皆さん、こんにちは。パリオリンピックやり投げ女子金メダルの北口榛花選手に対するトド発言で大炎上した歌手の和田アキ子さん、17日放送のラジオ番組ゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に1000回で陳謝しましたが、本人曰く不適切発言があった。情報バラエティ番組アッコにお任せの打ち切り説はずっとささやかれています。俳優の神田正輝さんが10月の番組改編期に合わせ9月28日の放送をもって MC の旅情報番組朝だ生です旅サラダから卒業することも打ち切り説に拍車をかけているようです。アッコにお任せが始まったのが1985年10月。来年2025年10月で番組開始から40年になりますし、アッコさんは来年4月で75歳、後期高齢者になる。そのあたりが節目と見る関係者は多いですね。今すぐ打ち切ったら長寿番組の功労者であり、大手プロダクション所属で芸能界のゴッド姉ちゃんの晩節を汚すことになる。さすがに失言でやめさせるわけにはいかない。仮に打ち切るとしても、今回の騒動のほとぼりが冷めるのを待って、神田さんも卒業したし、そろそろ自ら決断して入隊という形を取るでしょうと、スポーツ紙芸能担当記者は考えます。以前から芸能界のご意見番の和田さんのことを老害などと敵視するようなネット民も少なくありませんでしたが、その一方で今回の不適切発言については同情論も上がっています。和田さんは北口選手について、競技中に寝そべる姿がトドみたいで可愛いという意味で言ったので悪口じゃないとかばう声もあります。ですがこのご時世、容姿を動物に例えること自体が現場の若いスタッフにも理解されなくなっている。美脚のことを指すカモシカのような足だって意味も知らずにクレームをつける、視聴者が出てくるかもしれない時代ですからね。和田さんはサービス精神で口を滑らせがちなんですが、それがもう昭和の感覚なんですよと在京キー局プロデューサーは話します。ことの発端は11日放送のアッコにお任せでパリオリンピック女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花選手のもぐもぐタイムを取り上げました。うつ伏せで肘をつきカステラを頬張るシーンがネット上で話題となりましたが、映像が流れると和田さんはトドみたいなのが横たわってるみたいな、可愛いなと発言。これがネット上で失礼すぎるなどと炎上する事態に。この事態を受け和田さんは18日放送のアッコにお任せで番組冒頭から深々と頭を下げ、トド発言について釈明し、本当に申し訳ありませんでしたなどと謝罪。他のレギュラー出演者の表情はかなりこわばっていました。プライドの高いアッコさんがラジオ番組やアッコにお任せで平謝りしたということはさすがにまずいという自覚がある一方で、まだ番組を続ける意欲が残っているとも言えます。というか18日の放送を見る限りやる気満々のような、現場の若いスタッフが引導を渡せるわけもなく、局のトップクラスの説得にかかってくるかもしれませんねと、前出のスポーツ紙芸能担当者、来春までに動きがあるのでしょうか。今回の不適切発言の謝罪に対し、先述した通りネット上では和田さんを擁護する発言が相次ぎました。 X 旧 Twitter では、さすがにアナウンサーにお任せはできなかった、言わされている感がすごいなどの声も上がりました。その一方でちゃんと動画を見ると可愛いなぁと言っていて、全く悪意を感じない、トドみたいのところだけピックアップするのは悪質切り抜きと同じ手法で、むしろそっちの方に嫌悪感を感じる。この件について選手ご本人が不快感を示しているわけでもないのに、謝罪後の今も追撃批判をしている方々の方が私にとってははるかに不快。謝る必要ないよ、トドは可愛い動物、人
人を蔑んだりバカにした表現ではない。和田アキ子自身、デカ女だの男みたいだの、もっとひどい言葉を散々言われてきただろうから、トドなんてほんと可愛いつもりで言ったのだろうとは思う。トドってマイナスイメージかな、みんな過剰すぎて嫌だなどの声が相次ぎました。今回の一連の騒動に対し、他の芸能人が次々と言及し話題になっています。お笑いタレントの明石家さんまさんが17日放送の MBS ラジオヤングタウン土曜日に出演。その際、和田アキ子さんのトド発言に言及しました。この騒動について番組内でリスナーから、多くの人はトドに怒っているようですが、動物のイメージは人それぞれで、芸能界最強女子のアッコさんにとってトドは可愛い動物の一つで、我々にとってはパンダのイメージなのかもしれませんなどの見解が寄せられました。これにさんまはほんまにそうやろと即座に同意した上で、そう言ってしまったことで世間が叩いたりするわけでしょうと事態を受け止めました。それでも糖分を取る時のあの寝方は理にかなってるらしいね。やり投げにとっては必要な休み方、走り高跳び女子は寝袋で寝よったからね、あれも理にかなってる。体を冷やさない、目を閉じて精神統一して世界記録、そういうのもあると振り返り、あれは可愛らしかった、カステラも銘柄見せたら飛ぶように売れてしまうというと語っていました。他にもお笑いタレントの深川亮さんもバラ色ダンディーに出演した際にトド発言に言及。今回の一件について深川さんは、私がもしそのスタジオ現場にいたらと切り出し、アッコさんが可愛いと思ったトドだとしても客観的に見てポジティブに捉えられない人の方が多いだろうなと、私の中では判断するので突っ込みたいんですよと言及しました。しかし気軽にアッコさんは叩けない。アッコさんの頭を叩ける人がここにいたらよかったと思いましたと私見を述べた。するとこの日ゲスト出演していたお笑いコンビ増田岡田の岡田圭介さんは、アッコさんの頭を叩けるのは芸能界や人類に誰もいませんとツッコミを入れて、スタジオが笑いに包まれました。深川さんは、私の脳内テレビで言うとと返答し、例えば名前を挙げて申し訳ないですけど、浜田さんなら叩いて首を掴んで頭下げみたいな展開も一つあるじゃないですかと話しました。その場にいない人を例える時には、その人が損する言葉にしてはいけないと思いますと締めました。以前から過激な発言などでたびたび問題になっている和田アキ子さんですが、なぜテレビから姿を消されずにいるのか疑問の声が上がっています。そもそもの和田さんの積み上げてきたキャリアや大御所ということなどもあるのでしょうけれど、一説にはある大物政治家がバックについているからだとも言われています。そしてその人物は小池都知事だというのです。和田さんと小池都知事は以前から癒着がささやかれています。側近だと7月7日の投開票に向け、史上最多の立候補者が連日しのぎを削った東京都知事選。そんな中、6月23日に放送されたアッコにお任せでの和田さんの発言がバランスを欠いているとして波紋を呼びました。番組冒頭から小池百合子都知事と立憲民主党を離党した蓮舫氏の公約、記者会見などを比較しました。司会の和田さんは、小池氏の給料が都道府県知事の中で一番安いって聞いたけどとコメント。また小池氏の公約に、言うのは簡単ですけど言っていただくと期待を持つところがあると発言しました。さらに指揮者が小池氏が出馬会見をオンラインで40分、質問も5つしか受け付けなかったことに対して疑問を投げかけると、和田さんは、人と会うというのは重要なんですか、オンラインよりもと尋ね、質問されたくないというのもあるでしょうし、警備上の問題もあるかもわからないと話しました。続けて素人目で言うと、小池さんは8年間やってきたのでどっしりしている印象がある、蓮舫さんは頑張りがすごいかなという気がと小池氏よりと、
感じさせるコメントをしました。このことから和田さんと小池都知事の癒着が疑われるようになりました。その小池都知事は以前から各マスメディアとの癒着があり、都知事選の際は自身の学歴詐称問題を報じないように圧力をかけたなどと言われているため、和田アキ子が消えないのは小池百合子がバックについているからではないかと一部で考察されているようです。今回の和田さんの不適切発言をめぐる問題は賛否に分かれ、和田さんの冠番組の打ち切りまでもが浮上するなどの事態に、今後和田さんは何か処分を受けるのでしょうか、それとも居座り続けるのでしょうか。今後の展開からも目が離せませんね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。